皆さんこんにちは、岡田真央です。おはようございます。おはようございます。ついにエグゼプレミアのリーグが女子がスタートします。はい、サンサン、はい、サンサン 3x3 のね、はい、6月11日から千葉県のララポート東京ベイ、うん、言ってなかった、ラが行こうかララってなった、ララまあ今シーズン新しいチームも参入してきてるし、以前からいたチームもちょっと新しくなったチームもあるし、どんなチームがいるかとか、これ普通に見に行ける、あ、見に行きます、見に行きます、有観客です。見るときにね、あのなんか注目ポイントっていうかそういうのあった方が見やすいと思いますので、はい、それを今回はなんと全チームですね、6チームあるんですけど、女子のチームは動画をいただきまして、はい、PR、 はい、PR 動画、はい、そしてチームのちょっとポイント紹介みたいなのをいただきましたので、それを見ていきたいと思います。最初1番目はレオナイナーズさんです。はい、はい、というわけでここのチームはもう以前からも参入されてるチームで、そう、ね、そう、緑のね、ライオンのチームなんですけど、佐賀県のチームです、はい、佐賀県唐津市ですね。あ、ありがとう。本日もね、スポーティーコーヒーさんで撮影させていただいてきます。はい、というわけでいきますね。まずはプレー、はい、自分たちのプレーを紹介してくれてますね、特徴をね、プレーを見て、はい、いきますね。私たちはレオナイナーズです。私たちのチームはサイズがすごく小さいので、2ポイントシュートの精度を上げることを強化しています。やはり大きいチームと試合をするときは1点を簡単に決められてしまうので、2ポイントシュートの精度を上げることを意識しています。あとはスピードです。小さいので走り回ること意識して日々練習をしています。ピックアンドロールから展開、そしてシュート、こういったことを反復練習しています。はい、というわけで、オッケーっていうことでね。サイズはそうなんですよ。大きい人いないね、うん。そうですね。一番大きい子で170かな、今のところ。矢川ルナちゃん。飛び抜けて大きい選手はいないっていう感じですね。めちゃくちゃ反復練習。はい、めちゃくちゃ反復練習してましたでしょ。いやでもあれですよね、なんかピックも使うし、ちっちゃいからね、ちっちゃいから2ポイントの精度がすごい大事だっていうことで。でやっぱ入るし、2ポイント本当にめちゃくちゃもう年々入るようになってるなっていう印象なので、はい、すごい嫌ですね。2ポイントやられたくないんで、やっぱりっていうチームです。本当に皆さん明るくて若くて可愛いので、ね、はい、そうなんです。はい、それでは、今のレオナイナーズさんに、PR の12秒、はい、12秒ショットクロック、ショットクロック PR、 はい、ショットクロック PR をしてもらいたいと思います。はい、レオナイナーズです。チームは今年で5年目を迎えました。写真を忘れずに一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。私の注目選手は、あ、終わった。はい、これはだから12秒、そうですね、12秒というこの制限があり、12秒っていうのは 3x のルールですから。そうですね、ショットクロックなんで、はい、そこまで攻めなきゃいけないんで、でも打てなかったですね、打てなかったですね、なっちゃいましたということなんですけど、はい、でもレオナイナーズさんはいつもね、これ協力的で本当に早く送ってくれるし、もうなんか注目の選手っていうのは多分まあ全員だと思うので、皆さんぜひ気になったら現地に聞いてください。そうですね、はい、というわけで2チーム目は新規参入のチームいきたいと思います。はい、サクリージョンさんっていう、はい、長野県。おお、さすが、よく知ってますね、はい、長野県佐久市です、うん、でこちらもチームカラー緑なんですけど、あ、かぶったかぶったかぶっちゃった長野県佐久市でひたむきに取り組む学生プレイヤーたちに、県外ではなく地元で活躍できる環境や目標となれる場所として、また子どもたちにはプロ選手から指導が受けられる環境を作りたいという思いから、長野県初の女子 3x3 プロチームとして設立。なんかサクレリージョンさんはそのエグプレミアには入ってなかった、エグゼプレミアには入ってなかったけど、ジャパンツアーとかではよく、出てきてやってたので、というわけでまずは
プレイ。プレイいきますね。はい、私たちは背が小さいチームなので、ピックアンドロールを使ってカバーが来たところをさばいて2ポイントを決めるのが得意です。入った後の激しいディフェンスも注目してください。だったり2ポイント以外にもピックアンドロールからのトリッキーなパスも見どころです。いいね。2対1を作る。はい、そのシュートが入った後の激しいディフェンスにも注目してください。元気。ちょっと待って、白向け来てない？大丈夫かな。まあまあまあ、神谷瑞希ちゃんですね。神谷瑞希ちゃん、おもろ。ほら、最初そのレオさんとちょっと背がちっちゃいから、はい、まあ、そのピックからの2とか、はい、あとトリッキーなパスとかっていう、あのちょっと似てるかなと思ったんですけど、やっぱその後の激しいディフェンス見ました。はいはい、大事なんですね。大事、めちゃくちゃ大事です。それは、まあ、うちらももちろんやりたいことではありますよね。その決めた後に外に出るまでの時間を稼ぐみたいな。めちゃくちゃ頑張ってたから。エアーディフェンスであそこまでできる人なかなかいないと。トリッキーなパスも素晴らしかったですね。バック あのパスとかもうだけど、やっぱ一番は今のディフェンスを見てほしいですよね。水木さん、水木ちゃんのね。はい、というわけで、じゃあ次ね、あの PR 動画いきたいと思います。ゆりわチャレンジいいよ。マリカ、ミナ、ヒラ、キム、エビ、ヒラ、ヒラ、サガキンチャレンジ、そうそう、ランケン、サンチンキー、ランケン、ユーいいね。YouTuber かなと思いますよ、最初。バン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 名前言ってて、ただ早すぎて、そうそうそう、ちょっと分かんなかったけど、まあちゃんともう一回何回も見れるんでね、皆さん見てください。一人ずつ名前、途中なんて言ったか分かんなかったんですよ。サガキンジャネー、なんて言った、何がゴー、分かんないですよ。ゴーゴー長野県佐久市ですみたいな。ゴー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 か、分かんない。いや、もう新規参入チームとしては100点のね、100点の PR をしてくれたと思います。本当に瑞希ちゃんはちなみに94年生まれ、23、29、まあまあ大人、ちゃんと29のノリだね。はい、というわけで、あの、そうそう、とても面白そうなチームですね。あの、私が説明するまでもないような気がします。このテンション、元気さ、素晴らしいチームなので、ぜひ皆さん、ね、見てみてください。はい、初参戦なのでね。じゃあ次もじゃあ行こうかな、新規参入。はい、グローリッシュ群馬さんです。グローリッシュ群馬、はい、まあ、群馬から世界へということでね、はいはいはい、3X3 プロチームの活動を通して子どもたちには夢や希望を抱くきっかけを、地域の方々には活力の源となることを目指し、総合型地域スポーツクラブが設立。同県日本拠地を置く男子チーム水上タウンドットエグゼとともに、関わる全ての方と一緒に大きな花を咲かせたい、ブルームザドリームという思いで活動するということですね。新規参入のチームなので、どんな、ね、チームかちょっと見ていきたいと思いますね。はい、まずプレイ、はい、プレイからいきます。おっと、ピックからの合わせを使って攻めてくれてくれてる、はい、揺れるな。いや、体育館の揺れ、あの躍動感あるな。ラブジのスピード操作ゼロ見て、その気分で手を押さえない。なるほど、これはとにかくピックな、やっぱスピードって感じかな。1点をとにかくバンバン取る、まあ、2も打ちますけどね。まあ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 、ありがとうございます。本当にテロップまで、ね、入れていただいて本当にありがとうございます。というわけで、速かったですね。スピード感のあるっていう感じでしたね。であとはもうピックからの合わせを使って攻めていくということで、やっぱスピードの中のピックってね、守りづらいんで、ディフェンスも。というわけで、じゃあ PR 動画見てみたいと思います。群馬から世界へをコンセプトに活動しているフローリッシュ群馬ドットエグゼです。日本一を目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、あ
あーまとめてんな。そうっすね、まだまだそのなんていうかな、カメラに、はい、なんかこうちょっと一瞬緊張感、そうですね、緊張感が変わりましたよ。だけどね、白オレンジ、白オレンジ、うん、ね、こうやってちゃんとユニフォームまでしっかりとしていただいてもありがとうございます、はい、本当に。皆さんも私知ってる選手も何人か、あ、そうなんですか。はい、います。でこの1番の横井美沙ちゃん、はい、美沙さん、はいは、ほら桜カップにもバスケットカウントの枠で来てくれてやっていらっしゃいました。いた、ありがとうございます。いたいた。そうで品川なっちゃんとかね、ダイムにいたりとかもして、はい、前、じゃあ結構知ってる人がいる。そうなんですよ。でこのチームに今映ってはなかったんですけど、リー・レンジュが行ったんですよ。あ、ここに行ったんですか、はい、リー・レンジュちゃんがね。出るんですか。でと思ってたんですけど、最近怪我しちゃって出れてなくて。リストには入ってるの。でもリストには入ってるから、まあ、怪我治ったら出てくるのかなっていう。やっぱ新規参入だけどメンバーも全然みんな皆さん上手だし、慣れてきてる、ね、はい、でレンジョがそこに入っちゃったしっていうことで台風の目になるかもしれないですよね、はい。まあ早いし今のはスピードって感じだったじゃないですか、うん、でもレンジョが入ったらまたそれだけじゃなくなってくるから、ディフェンスとしては難しいですよね。難しいですね。はい、というわけでじゃあ次4つ目はアウルズさん。はい、アウルズさん、ここは去年からね、ね、いるんで、はい、そう、フクロウのところです。では行きます、はい、おっと。あれ、アウルズはサイズはないけど機動力を生かして積極的にシュートチャンスを作ります。サイズはない分リバウンドも粘り強く全員で取りに行き、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 え、おチーム全員で、あ、全員で勝ちに行きます。どうでき、え、何今の。いや、なんか詩人、癖強っ、詩人じゃないですか。だって今シューティング見させられたもん。これだけ関係ないでしょ。いや、もうなんかね、こうチームの動きみたいなのも見たかったけど、まあ、とにかくだからこの2人が、うん、もう打っても打ってもリバウンド取って、はい、もう空いたらこのこう打って打ってみたいな感じかもしれないですね。ありがとうございます、本当に。こんなね忙しい中撮っていただいたので。強いですよね。そう強い、硬いチームになってきてるなっていう印象はあります。いつもメンバーも変わらず、そうで、ここ高桑ちゃんっていうね選手がいるんですけど、結構メインどころというか、うん、アンダー24なんですけど、プレミアのその世界で戦うチーム、うん、っていうのを作った時に入ってて、いろいろ経験も積んで、なんていうかスピードとか勢いのある選手がいての、この今リバウンド取りまくってたその福田桃って私も友達なんですけど、とか平田恵梨香さんとか、平田さんもうずっといてとかは、2人ともすごい体張って、フィジカルが、そうそんなめっちゃ大きいわけじゃないんですよ。だけどすごいちゃんと体張ってリバウンドもめっちゃ取るし、はい、ポストアップとかもするし、厄介な選手ですね。で鈴木うららっていうね、うららがねちょっと私たちもすごい止めるの難しい子がいるんですけど、その子も頭のいいセンターって感じの、はい、じゃあ PR いきますね。スポーツと観光で地域を元気にするアールズです。福田です。平田です。新メンバーの二宮です。今年は去年よりもいい成績を残せるように頑張ります。応援よろしくお願いします。切られたんじゃないですかね今。あれ真ん中の人、うん、この前桜カップ来てました。来てた来てた。この子もバスケットカウントで入ってくれてました。本当にそう、うまかったです。うまいです。というわけで、まあ、今の PR もね
落ち着いて、はい、無視してましたね時間は無視してましたけど、バスンと今切られてると思います。すいません、ごめんなさい。しっかりね撮ってくださったのに12秒って言ったんです、すいません次じゃあ、私たちのチームいきたいと思います、はいはいはい、東京 BB です。はい、はい、でプレー説明いきますね。私たち東京 BB の得意なプレーはピックアンドロールです。はい、リバウンドから素早く外にパスを出してピックアンドロールはい、ではちょっと流れでやってみたいと思います。こんな感じです。イエーイ。はい、というわけでね、プレー、まあもう私たちのチームはもうずっとずっとピックがやっぱり主流なので、はい、まあ皆さんも言ってらっしゃいましたけどもね、やっぱ 3x3 ってピックがうまくいけば大体点取れるんですよ。本当にピックの精度ってめちゃくちゃ大事なので、ほらこんなにスペースあるじゃないですか、だから、ね、そう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 、それってやっぱピックとかスクリーンがうまければ絶対ディフェンス何かしらずれるんで、もうそんな絶対ずれないなんてことないじゃないですか、スクリーンして。でそこの精度を高めていきたいチームですね、本当に、はい、はい、じゃあチーム PR いきたいと思います。去年優勝できなかった悔しさをかけに、新メンバーも加わったパワーアップしたチームで優勝目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。野生が消えてきましたけど、はい、野生がちょっとフェードアウトしていきますけど、そう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 、あの子もで、この、本当に今年東京 BB 新しい、ね、選手が何人か入ってくれて、この一番左のひな子っていうね、はい、この子、そう、日体の大学院生で頑張る、めっちゃいい子なんですよ。割体力ありそう。そう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 ね。で学年とかもやってたから、で、はい、メグが今喋ってくれてた、はいはいはい、メグはもうもちろん去年からいたんですけど、うん、はやっぱこれからどんどんメインになっていくだろうな、うん、このチームのっていう感じですね。もううちらのチームも若返りを図らないと。有明さんいますか？有明さんいますよ、もちろん。その今までのメンバーも見ていただいて、新しいメンバーも、はい、見ていただければと思います。でちなみにうちのチームはその東京医療から2人、うん、アンダーの枠で入ってもらってるので、うん、練習もたまに来てくれて、そうで、もしかしたら出る機会があるかもしれないですね、はい、っていうところにも注目していただければと思います。はい、ラスト1位ですね、はい、ラストですね、問題児ですよ。ジーフローは、去年優勝したチーム、はい、まあ 強い、はい、強いチームですね。とてもいい選手が集まって、そしてそれでいてめちゃくちゃ元気というかね、で忍がいますっていう、忍と若菜さんがいる、そうそう、忍若菜がいる。まずその時点でめちゃめちゃ濃いんですけど、他の2人もまあまあ濃いんで、はい、いきますね。あ、できた、やってみたい。そう、様子がおかしいよ、様子がおかしいよ、はい、ということで何の説明もなくこの動画だけ送られてきたからちょっとめちゃめちゃリバウンドしてるってこと？そうそう、だからまあチームの特徴を教えてくださいの動画でこれ送られてきたから、まあそれが言いたいんだろうなってことですよね。まあ忍がとりあえずもうめちゃくちゃリバウンドして入れますっていうその忍劇場がポイントですっていうことを多分彼女たちは言いたいんだと思います。はい、っていうことで、はい、チーム PR いきたいと思います。チームローのいいとこ言います。せーの、元気、先輩、メニューアリーがしっかりしてる、こっちはいいとこ、いやー、はい、というわけでねマジカルバドラーで、まあ、今のが多分メインメンバーでいるんですけど、他でもいるんですか？そう、で、この高木ゆりちゃんってこと、うん、大田原ねねちゃんがいるっていう、はい、ビッキーズ引退した子なのかな、あ、はい、そう、上手なんです、うん、そう、でも実は
この開幕戦の時にね、うん、世界で戦いに行ってるんですよ、この多分メインメンバーが。はいはい、この前宇都宮であったじゃないですか、大会が。それで優勝したでしょ、うちらの東京ビビと戦って、はい、でそれで多分権利を得て世界 の, そのアゼルバイジャン、どこやねん、アゼルバイジャンで、はい、そう、12、13と12に予選があって13が決勝っていう試合に、まあ、ウーマズシリーズですね、はい、行ってくるということで、このメンバーは開幕戦はいません、はいはいはい、きっとね、はい、以上6チームというわけでね、本当に個性豊かな新規参入から今までいたチームも、みんな本当におかしな子ばっかなのでぜひ個性というところでね、チームのプレーももちろんそうだけど、そういう個性みたいなところに注目していただけると 3x3 はもっと楽しいんじゃないかなと思いますので、各 SNS も概要欄に貼っておきますので、皆さんぜひ全部のチームをフォローしてもらって、で選手も気に入った選手いたらフォローしてもらって、応援していただけると嬉しいです。他のチームの皆さんも今シーズンよろしくお願いします。本当にご協力ありがとうございました。Cause we're turning up the heat. I wanna see you clapping when you get up out your seat. It's time to make it happen when we hit these streets. I'm coming in.